渡利町は農地が土地利用面積の 47.5% を占めています。農地、農業用水の排水だけでなく、雨水などの生活排水のほとんどを農業用水路に集め排水処理される特殊な地域でした。その宮城県南部の太平洋沿岸に位置する町は、東日本大震災の大津波で大きな被害を受けてしまいます。実質は約4700ぐらいあるんですけれども、3000と400ぐらい被害あった部分がありまして、もう浜手に行った時には何もない、本当に自動車やらうちの破片やらで、あと船もかなり上がったんでね、まあ、あの時には私らもこのまま継続できるかどうかというのは当然思いましたよ。町の被災状況を見て、土地改良区としてできることは何なのか。理事長の三品さんはすぐに町と県へ連絡を入れました。町、それから県、その方にまずいち早く、まあ、その復旧についての対応をどうしたらいいのか、自分たちも含めて分からなかったもんだから、復興を行うにもどこから手をつけるか、土地改良区は被害状況を把握するために動き出しました。そもそも渡利町の農地は海抜ゼロメートル地帯がおよそ3割、農地に入り込んだ津波を処理するためにも排水機場の早期復旧が必須。その一つ、こちらの吉田排水機場も大きな被害を受けました。こちらの施設はですね、被災受けまして、実際は今手とつながってますが、陸地と海がつながった状態でここに来ることもできない状況で、まず、県の方でですね、仮設の道路を作る、それから、応急の復旧工事をしていただきまして、なんとか応急で対応することができるようになりました。現在は渡利土地改良区管内の機場はほぼ稼働し、本格復旧が待たれています。自分のこともあったけども、事務所のため、まあ、みんな職場のために動いてくれた部分感謝してるんだけども、かなりな辛労は表に出さないでみんな頑張ってくれたという。3年を過ぎ、農地の復旧状態は2014年3月末現在、震災前の9割が復旧し、7割が作付け可能。作付けをしていない農地の中には、今後補助整備と塩害対策も同時に行うため休耕している場所もあります。渡利町は水稲のほか、特産でもあるいちご栽培が盛んです。震災後、町は渡利郡農業振興公社を立ち上げ、いちご農家とともに国の東日本大震災復興交付金などを活用しながら頑張っています。震災前は露地栽培の割合が比較的高い地域でしたが、公社では復興にあたり公設栽培による耕作をスタート、町の農業復興の一翼を担っています。排水をうまく流すような形、排水路の整備含めた中で、連携を取りながら土地改良とは進めている。あの日から3年が経ち、土地改良区として新たな渡利町農業を目指す段階に入りました。あの当時のことを思うと、本当に全然ね、この今の現在みたく慣れっかどうかが、まあ最初全然考えられなかったんでね。渡利町ではおよそ1200ヘクタール、山本町はおよそ700ヘクタールを平成26年度から本格的に整備する予定です。後の地域への役割について、土地改良区理事長はこう語ります。これからの農政に
マッチしたような地盤整備とあるいは修正地事業も含めてその下準備はうちらの方かなと思って私は思ってるんだけども、東北の復興を願い故郷の農業復活を信じ、亘理町改良区は邁進します。